どうも、さっさんです。突然なんですけども、皆さん、モニターアームお使いでしょうか？デスクでパソコン作業してるっていう方は、モニターアームを導入するだけで、モニターのね、位置調整めちゃくちゃしやすくなるんですよ。前後とか横の位置調整だけじゃなくて、高さとかね、角度、これもね、簡単に変えることができてね、もうデスク周りのマストアイテムだと思ってるんですけども、そのモニターアームの中でも非常に人気の高い、快適ワークのモニターアーム、新製品がね、登場したということで、今回の動画でね、レビューしていきたいと思います。今ね、モニターアームの購入検討されてるなんて方はね、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いですということで、早速やっていきましょう。はい、ということで早速ね、こちら快適ワークのモニターアーム新型モデル開封していきたいんですが、その前に値段について、この最新モデルバリエーションが2つありまして、1つが着脱式のトレイが付いてるもの、で、もう1つはそのトレイ付いてないものになってます。トレイ付きが 18,150 円で、トレイなしは 16,500 円なんですよ。で、この快適ワークのモニターアーム旧モデルはね、結構安かったんですね。1万円前後ぐらいで販売されていたんですが、この新型はね、若干値上げされてしまったんですよ。ただ、プライムデー期間中に関してはね、新製品発売キャンペーンとして半額でね、購入できますので、プライムデーが終わる前にこの動画見れてる方はね、めちゃくちゃチャンスだと思います。で、さらにですね、耐荷重、旧モデルからめちゃくちゃね、アップしてるんですよ。旧モデルはね、2キロから9キロまでのモニター取り付け可能だったんですが、こちらはなんとね、2キロから20キロのモニターにまでね、対応してるので、割と小型のモデルからかなり大型なね、ウルトラワイドモニターまで、対応することができます。はい、ということで箱から全て中身取り出してみました。カラーバリエーション2種類あって、ブラックとホワイト選べるんですけど、僕はね、ブラック選びました。で、まずこれが土台部分ですね。土台もね、一応組み立てが必要なんですけども、それ自体は非常にね、簡単にできると思います。クランプ式とグロメット式、どっちにもね、対応してますね。で、この2つがアーム部分ですね。今ね、2つ分かれてるんですけど、これもね、合体させて、使うっていう感じ。で、このアームの下のところにはね、一応ケーブルホルダーっていうのがあるんですよ。このケーブルホルダーの着脱はね、スライドするだけなので非常に簡単にね、外すことできます。ただ、見た感じね、結構ちっちゃいですね。いっぱいケーブル収納したいっていう場合にはちょっと対応できないかも。で、下の短い方のアームにもケーブルホルダーついていて、こっちもね、スライドするだけですね。こっち側の方がちょっとケーブル収納するスペースは広いかなっていう感じ。で、この四角いやつがモニター背面に取り付けるパーツなんですけども、やり方としては、まずこの下のね、ネジを外します。するとこれ簡単に分離できるので、こっち側をね、まずモニター背面に取り付けるんですよ。そして、こっちはね、アームと組み合わせて、最後にこうガチャってはめ込んで、また裏側外れないように、ネジで固定する。そんな感じの流れになりますね。結構ね、構造簡単で使いやすそうな感じ。で、素材としてはね、これもこれも金属になってます。背面のカバーは樹脂なんですけども、ここは直接重さがかかんないただのカバーなので、問題ないかなっていう感じですね。あと工具と取り付けに必要なネジ。で、この2つはケーブルホルダーですね。続いてこちらが着脱式のトレイになってます。トレイの素材は樹脂製ですね。で、最後、組み立ての説明書と、おまけのね、HDMI ケーブル。モニターにはね、こういうケーブルついてるもの多いんですが、アームにね、ケーブルついてるちょっと珍しいですよね。はい、じゃあいよいよね、デスクに実際取り付けてみたいと思います。まずはね、この土台部分なんですけども、これちょっと構造がね、変わってるというか、一般的なモニターアームであれば、このデスクのね、裏側から、こう手でね、大きいネジみたいなのを回して固定すると思うんですけども、これはですね、上から締め付けるんですよ。どういうことかというと、この部分がね、実際にデスクを挟むことになるわけなんですが、このね、土台の下のところに、六角ネジで2つ取り付けまして、今こういう状態になりました。で、この部分を、デスクにね、挟むっていう感じ。ちなみにこれ対応しているデスクの厚さは、5センチまでですね。5センチね、あれば取り付けできないデスクっていうのは基本的にないと思うんですけども、一応ね、ご自身が使ってるデスクの厚さ確認してみてください。そしたら次はこういうね、短めのポール、ここにね、回して、くっつけるんですが、その前にね、この短めのポール、真ん中にね、なんか浮き輪みたいな、ちょっと太い部分ありますよね。これ開封した時はもっとね、下の方についてたんですよ。僕が自分でね、上に持ち上げました。で、後からね、この部分に付属のトレー取り付けます。はい、これでしっかりね、取り付けできましたね。まあ、これだけで大丈夫だとは思うんですが、一応マニュアル的に言うと、このね、根元部分のネジを、締めておくっていうようになってます。そしたら次はこのアームの短い方ですね。これは差し込むだけ。そしたらこの部分にもネジがあるので、同じくね、締めておきます。あんま強く締めすぎるとね、この周りが悪くなっちゃうと思うんで、これはバランス見てね、硬さ調整してあげましょう。で、次は大きい方のアーム。これも差し込んだら、この関節のところをネジで締めておくと。これはね、締めてあげると外れなくなるんですよ。なので、分解するときはまたね、緩めてあげないと取れないです。そしたらアーム側の組み立て、最後、一番上のところに、この四角いパーツですね。これを六角のネジでね、固定してあげます。はい、できました。で、トレー付きモデル購入された方だけにはなるんですけども、一番下のところにね、ネジで留めてあげましょう。はい、取り付けるとこんな感じですね。まあ、このトレーにね、小物を入れたりとか、あとは角のところにね、六角を入れておいたり、まあ、ケーブルホルダーとしてもね、使えるようになってます。で、最初言うの忘れたんですけど、この土台のね、背中のところに、こういうね、プラスチックのパーツをこう取り付けて、まあ、ケーブルホルダーとしてね、使うことができます。これでね、完全にアームの取り付け完了しました。で、もちろんモニター側の準備っていうのもありまして、このね、ベサマウントの部分に、四角いね、こういう金属のプレートをネジ止めしてあげます。はい。はい、で、これがね、本当の最後の工程、モニターをこのね、モニターアームの四角いプレートにね、引っ掛けるように取り付けたら、この下、ネジでね、固定して、取れないようにします。よし、終わり。ただこれ取り付けてみたら結構ね、このアームのバネが硬くて、上にね、持ち上がっちゃうし、モニター自体もね、この角度、上を向いちゃうので、これはね、調整が必要ですね。皆さんが使ってるモニター、結構ね、重量があるのであれば調整ね、不要かもしれないんですけど、僕はね、調整しないとダメそうですね。はい、ということで今ね、アームの硬さ調整したんですけども、そしたらね、この角度、いい感じにスムーズにね、動いてくれるようになりましたね。こんな感じ。勝手にね、上がったりとか、まあ上を向いたりとか、しないようになってます。結構ね、動きは滑らかですね。うん、いい感じ。はい、モニター背面のケーブルの配線もしてみました。かなりね、見た目も、すっきりしたと思います。で、やっぱりね、この動き、かなり滑らかですね。このケーブル配線するときね、結構動かしたりして、調整する必要があったんですけども、かなりね、使いやすい感じだし、で、ケーブルのホルダー、まあ、正直もうちょっとね、スペースは欲しかったんですが、こう簡単にね、なんか外れないっていうのは結構メリットかなと思います。僕今まで使ってたアームのケーブルホルダー、結構ね、力がかかるとすぐ外れちゃったりしてたんですよ。その辺もね、ポイントかなと思いましたね。まあ、冒頭でも言ったんですけども、モニターアーム、これ一つあるとね、本当にモニターの位置調整、高さ、角度の調整なんかもね、しやすくなりますので、まあ、まだ使ってない人がいたらね、ぜひ検討していただけたらなと思います。はい、ということで今回は快適ワークの新型モニターアーム使ってみたんですけど、やっぱりね、旧モデルに比べて耐荷重がね、かなりアップしてますので、今ね、大型モニター使ってるとか、これからね、大型のモニター、ウルトラワイドモニターなんかね、購入しようと思ってて、一緒に使うアーム探してたっていう方にね、特にぴったりの製品だなと思います。まあ、軽いね、モニター使ってるっていう方は最初ね、僕と同じように調整っていうのは一応必要にはなるんですけども、まあ、結構ね、簡単に調整はできるし、動きも結構滑らかでいいなと思いましたね。まあ、強いて気になる点を挙げるとすると、やっぱりね、ケーブルのホルダー、これはね、もうちょっと広くしてくれた方がね、いろんなデバイス使ってるっていう方には嬉しいんじゃないかなと思いましたね。まあ、そのぐらいかな。今ね、モニターアーム持ってなくて、新しく購入検討されてたという方はね、動画の概要欄にリンク載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。